福岡市美術館では鈴木敦史展が開催中です。アーティストの鈴木敦史さんにお会いできるということで、福岡市美術館にやってまいりました。鈴木さん、はい、この作品について教えてください。はい、見ての通り映像だとか写真だとか立体だとかいろんなものがあります。全体を見たり一つ一つを見たり自由に見ていただいたらいいと思います。なんかいろんな楽しみ方ができそうです。そうですね、まあ、一人で見るのもいいんですけども、二人三人と一緒に見て、これは一体何だろうかとかいろいろ話し合いながらワイワイ言いながら見てやるのがいいと思います。はい、この展示会は、3月25日まであっています。で、2月11日には私のトークイベントもありますので、ぜひご覧ください。はい、今日は鈴木さんどうもありがとうございました。